ヤコフ・エディア・シュバーグは、アメリカ合衆国の数学者で、ソビート連邦のレニングラードで生まれた。2016年5月スウェーデンのストックホルムの王立科学アカデミーでの、クラフォード受賞時の場面2016年5月スウェーデンのストックホルムの王立科学アカデミーでの、クラフォード受賞時の場面1972年に、ウラジーミル・ロホリンの指導のもと、 レニングラード大学から博士号を授与された。1972年から1979年まで、ロシアのコミ共和国のスイクティフカル州立大学で教鞭を取り、1980年から1987年まで、あるコンピュータソフトウェアグループの長として産業界で働いた。1988年にエリアシュバーグは、 アメリカ合衆国に移住し、1989年からスタンフォード大学の数学の教授を務めている。エリア・シュバーグは1972年、レニングラード数学会賞を受賞した。1972年、1986年、1998年、2006年に国際数学者会議の招待講演者を務めた。世界中で招待され、 一連の講義を行った。1995年にエリア・シュバーグは、グッケンハイム・フェローの受賞者となった。2001年、シンプレクティックトポロジーと接触機化学の業績、特に、シンプレクティック合成の証明と三次元、接触機化学の発展に対して、アメリカ数学界から、ベブレン賞が授与された。2009年に、リオン高等市範学校から、2017年に、 ウップサラ大学から名誉学位が贈られた。2013年、エディア・シュバーグはシンプレクティックトポロジーにおける先駆的な研究に対して中立飛行科大学からハインツ・ホップ賞がヘルムート・ホーファーと共同で授与された。2002年、エディア・シュバーグは米国科学アカデミーの会員に選出された。2012年アメリカ数学界のフェローになった。エディア・シュバーグは 少々の数理科学における先行委員会の委員でもあった。2016年、接触器科学、シンプレクティックトポロジーの発展と合成、柔軟性現象の開拓的発見に対して、スウェーデン王立科学アカデミーから数学におけるクラフォード賞が授与された。2020年、サイモンドナルドソンと共同でウルフ賞数学部門を受賞した。ありがとうございます。